今度鹿を狩るんですか。動物によってあれか、銃も買えないといけない。息子に連絡しないでください。はい、あなたの残酷な趣味が私の妻を破滅に導いた。息子を同じ目に合わせることはできません。彼はロサンゼルスで自分の人生と仕事を持っています。彼があなたを手伝っている理由は同情心とあなたからの感情的な恐喝があるからです。彼を巻き込まないでください。そして今後一切彼に連絡を取らない。リチャード・ノックス、ロバート・マッケイ、これはちょっとよくわからへん。お父さんがって言ってるってこと？おじいさんに向かって言ってるってこと？ちょっと複雑な事情があるんですね。ちょっと待って、コンピューターをつく。ショップか。これ、レミントン783を買えって言われてたね。買います。いいわ。言われるがままに。んで、装備する。これをこっちに変える。何が違うんだろう。マガジンがあんまり詳しくないんですけど、口径がやっぱちょっと弾が大きいんですかね。狩猟ティアっていうのが一段上がってますね。で、スコープはつけといた方がいい。これでいいの？よし。I shouldn't use this bad boy for more than 100 meters. 常に機関を狙うように心がけましょう。狩猟ティアは狙ってる動物は、なんかその狙う動物に合わせてそのティアを選べってこと。高地の草原エリアにたどり着く。ここ。ここ？このエリアに鹿がいるってことね。いや、じゃあこっちにファストトラベルで行って、ここに車があるから、これを乗って行きましょう。こっちの方向。こっち？途中まで行って、歩いていくか。方がいいんじゃないかなと思うんだけど。そのなんか狩猟スタンドがあるからそこまで行って、ちょっと待って、車を使わずにって言われてるな。ミュール時かまたはオジロ時かもしれない。ちょっといっぱいなんか表示されるからから車をだから降りて、ここからじゃあ歩いていきますか。Let's see if I haven't forgotten all those hunting lessons. ライオン忘れてないか試してみよう。全然覚えてないよそんな。まあスタンドがありましたね。もういる？ハンターセンスを使ってる。ここに手がかりはないけど、これは分析する。アナグマの巣から大きい木が生えてるけど、この近くにはこれがいるぞみたいなのがわかるんですね。狩猟スタンドを発見しました。いろんな鳴き声が聞こえる。もやっとしてるよ。赤狐っていうのがいる。音分析とかすごくない？狐もいるんですね。こことりあえず上登ってみようか。で、鹿を探す。あ、いるやん普通に。え、これ鹿、ミュール鹿って書いてある。ちょっと遠いですね。頭ヘッドショットよりも胴体を狙う感じ。
ちはちょっと見にくい。いない？ここにいるね。あとは視界に映ってるのはそれぐらいか。この距離が100、どっち160m、若干遠いですね。もうちょい近づきたいけど、から狙えるところはなさそう。こっちにじゃあ近づいていけってか。うん、こっち行くか。じゃあ 200m が遠いって言ってたもんね。確かね、鹿を仕留めるには 100m ぐらいまでは近づきたいですね。こっち狙いにくいな。他にいないかな。ハンターセンス全然何も反応がない。とりあえず川を渡るか。濡れるのは別に平気なの。どこまで近づいたら分かるの。風向きとか、あ、風向きもあるね。こっち風上だからバレるってこと。なんか風下から行かないとっていうのがあるよね。確かに。こうから回り込んでいきます。そして上からね、あ、ちょっと深いところは進みにくいな。上から狙える位置の方が近づきやすいよね。いろいろ考えていかないといけない。自然が相手ですからね。何？驚い、怯えさせてしまい、嘘。特に何もしてないけどさ。いなくなった？逃げたってこと？あ、走ってる。ここに行っちゃうの？こっちに行っちゃった。200m。待ってくれたら撃てるけど。あ、ここにいっぱいいるじゃん。え、これ。これは、え、ちょっと今何メーター ?150m。ちょっと一発だけ撃ってみようか。ちょっと遠い気がするけど。これで150に合わせて、ズームはこれがいっぱい。どれかに当たるんじゃないの？さすがに。逃げた。外した。外した。すいません、エイム下手でね。うん、なんかずれてたけど、一匹こっちに来た気がするんだけど。寝る？どこだ？逃げた。カモみたいなのもいるね。鳥もいるね。これ鹿じゃないよね。向こうに、大半は川の向こうに逃げましたね。いる？あ、いる。あ、距離出てくるな、これ。遠いな。これは？奥が深いぞ、なかなか。これは、分析する。これはアナグマでした。アナグマもいるのか。これなんかいる？石か、これは。双眼鏡にしよう。ちょっとゆっくり近づかないとダメってこと？あ、こっからだから対岸を狙うぐらいがいいのかな？難しいね。100m ぐらいまで、なんとか。の声は何の声？
何の声これだから。こういう時はこれか。肘でした。落ち着いている。鹿は一回帰らなあかんってこと？この辺まで見て、ちょっと探してみるか。いないかな。あ、いる。200メーターが遠いんですよ、だから。もうちょっと手頃な位置にいてほしいんだけど。むずいな。まだチュートリアルだと思うんだけど、さすが、あ、この辺にいるな。150。もうちょい近づくか。こっちは風下でしょ、でも。先だから、風上だったからやっぱり気づかれたのかな。鳥がいっぱいいる。むずいぞ。そういうの考えて移動しないといけないね。この辺の丘の上ぐらいまで行けたらいいんだけど、見つかりそう。それかこの水の音でバレたとか。バシャバシャの音。鹿一匹狩るのもなかなか大変ですね。5メーター。ちょっとこの丘の上ぐらいでもう一回距離を確認してみます。しゃがんで移動すればいいのか。まだ、この方がいい。ここから見えるんちゃう？あれ。いたいた。118。これで、頑張るか。しゃがんでるよね、風下。150くらいにしといて、ちょっと下ぐらい。お、当たった。当たったけど、もう一発当たったかな。でも手は出血とかはしてるはずだよね。その血痕を今度追っていく感じか。どこまでどれぐらい動くんだろうね。ちょっとなんか肘はいいよ。肘はいい。ん？手がかりは？この辺？このもやっとしたのは音の手がかりってこと？出血を探したいんだけど。全然わからへんねんけど。あ、これ、あ、これ足跡だね。あ、これなんか引きずった跡がある。全然わかんないんだけど。あ、もう鳥がわからへん。余計分析する。ミュールジカの足跡だよね。出血の跡ではない。立ってなかった、もしかして。外したんかな。これは血痕とかないもんね。え、むず。ちょっと待って。なかなかですね、ほんとに。卵をリロードしとこう。もう完全に見失ってるな。そっちにいるのはキジ。わかんない。
もう手がかりが。最初のまだ穴熊しか飼ってないんだけど、分からへんなこれ。もうないもんね、見失ったね。もっとなんていうのかな、注意深く追っていかないといけないのか。だいたいこっちとかいう感じではないんだね。むずいな。よし、ちょっと気を、ん？お！おにたん？取り直して地下を探そうと思ったら上に、後ろにいたんだけど、上から探そう、全然気づいてなかった。いる？ああ、動いてるね。これは鹿、鹿だね。止まってはくれへんの。もしかしてさっきのでもうびっくりして逃げちゃったってこと？それは勘弁してほしいな。止まってるやついいの。もう一回新しい、明日、寝てこなあかん。ここに動いてる。遠いんだよな、でもな。こっちと止まってる。こんな近づいていかないといけないけど、残念なことに今日も風上なんだよね。ここにも一匹いる。これなんだ、これ狐っぽいね。狐か鹿。あ、こっちに鹿いる。もうちょいやっぱ近づかなかも。むず回り込まないといけない。風上、こう地面から狙うと狙いにくいよね。すごい。じゃあちょっと周り見てから行こう。とりあえずスタンドに行って探してと思ってたんですけどスタンド行く途中で出会ってしまうと、で待ってる。ちょっと近づいていきますよ、ちょっとずつ。難しいね、風向きも変えないといけない、考えないといけない。この辺から道なりに行ってみよっか。また今んとこ見えないね。見えないね。これ何？これ鹿の糞ね。上の方から行くか。よし。あ、そこにもスタンドがありますね。何これ、なんか動いてなかったよ。いる？ちょっと回り込んできたんですけど、あ、いる。これしかいな。 200m。 あ、ちょっと待って、手前に1匹いるよね。これは140。こいつ、あ、こっちにもいる。80。お、これは狙い目じゃないか。ちょっと見えやすいところで、ここにいるな。これを狙うか。もうちょい近づく、もうギリギリまで近寄ってみる。あー、
動いた？大丈夫。これ以上は厳しいか？ 50 メーターだよね、俺だったら。よし。一発。いけ。当たったのか当たってないのかがよくわかんない。あれで外すの？その辺まで行ってみます、一回。ここにスタンドありましたね。スタンドの足元にでもいた。うん。打った位置は、なんとなくこの木の根元ぐらいでしょ。血痕が残ってたら当たってたってこと。この辺。なんか見える？あ、血痕があるぞ。これをどうやって追っかけていけばいいの？どっちに逃げたとか分からへん。これを。え？ん？あ、これ結婚？結婚だね。こっち方向だと信じる。ん？これは足跡でしょ。結婚を追っていきたいんだけど。こっから、これどうやって分析するの？逃げた方向とか分かる。こっちかな？あ、こっちだ。知ってるから、知ってる方向に線が伸びるんだ。こういうことか。こう行って、こう行って。もう見失った。ちょっと待って。どこだ？あ、あった。これが、こうでしょ？こっちに行ったんでしょ？で、次は？ある？ちょっと分からへんな。どこ次の結婚？当たってはいたんだね、だから。全然ないよね。落ちてる？いる？どれぐらい逃げるもんなんですかね。当たりどころによっても違う。水の中入ったでももう結婚って分からへんことな、思ったけど。どこだった？さっき最後のやつ。分からへんわ。これむずくない？こうでしょ？分析するわ。何これ。どこにあんの？あ、これだ。あ、こっち？こっち行ったんかな？あれ？戻ってない？もしかして。あれ？戻ってない？こっちかな？あ、続いてる気がする。おお、こう、こう。これ、これ、こっち、ちょっと曲がった？ん？あ、違う？ちょっと待って。どこ？え、結婚どれ？え？ニードゾーン、これじゃないよ、これじゃない。血の跡。ちょっと待って。ちょっと待って、分からへん。いっぱいある。あ、だってこれか。おお。こっから先がないぞ。こっから先がないんですけど。なんか光ってんな、そこ。これは何？餌場ってこと？肘じゃないよ。むずくない？その追っかけんのがむずいわ。そしてまた見失う。これだ。こう向いてるでしょ。こっちまっすぐ行くしかないよね。そしたら
これで、ここだ。あ、あ、生地ね。ほうほう。ほう。ほう。この方向まっすぐだね、今はね。これ、ある、こっち。まだ逃げてんの？この方向。これ、あ、お、ちょっと変わったぞ。これ、これでしょ？で、これ、ん？これ結構どこにあるの？ちょっと分からへんねんけど、そんな。あ、こっちか。あ、いた、いた、いた。あ、違うわ、これ。え？あ、あ、これだ。おー、たどり着けた。やっとですよ。これで、灰に当たってるんですね。うん、よし、これはどうしよう。これも一応、一匹目だから、剥製にしとこう。はい、狩猟の基礎を学びました。これで全てのショップアイテム、マルチプレイヤーモード、そして利用可能たち。あ、なるほどね。ここまでが、やっとチュートリアル終わりましたね。で、なんか依頼とかを受けて、また狩猟ができるということですね。まあでもなかなか楽しめそうな、奥が深くて楽しめそうな感じですね。はい、またちょっとね、まあまったりやっていけたらいいかなと思います。まあ今日のところはね、これで終わりにしようと思います。またよかったらね、見に来てください。